こんばんばは今日もご苦労様でした話題の出来事についてお話しします。韓国の人気ガールズグループ少女時代を脱退したジェシカが脱退をめぐる心境を明らかにしました。他のメンバーと所属事務所の SM エンタテインメントが不当に2しゃったを迫ったとする趣旨の立場を示しました。ジェシカは1日マネジメント会社を通じ配布した資料で。 情熱と愛情を注ぎ15年以上共にしたメンバーたちと会社は、私がファッション関連の事業を行っていることを理由にチームから出て行ってほしいと要求し、とても大きく傷つき残念な気持ちを隠せないと語りました。また、個人的に関心があった事業を計画しながら事務所やメンバーたちに数回にわたって十分に説明し理解を求めてきたとし、その上で、 事務所から事業を並行することに同意と許可をもらいメンバーたちからも祝福を受け事業を始めたと主張しました。ジェシカは、しかし、9月初めにメンバーたちが突然立場を変えた。メンバー会議で事業をやめるか、少女時代を出ていくかに尺卓一するよう要求してきたと説明しています。これに対し、チーム活動をおろそかにしたことはなく、 事業パートナーとの契約で事業を中断することはできない、選べというのは不当な要求だ、と訴えたといいます。さらに、9月16日に所属事務所の社長と会い、こうした立場を伝え、事業を並行する許可を再度もらいましたが、29日に一方的に事務所から少女時代から出ていくよう通告され、すべての活動から除外されたと説明しました。 不本意ながらファンに心配をかけて申し訳ない。このような状況は私が決して望んだことではなく、私はいつも少女時代を大切に思いこれからもそれは同じだ、としてファンに謝罪しました。以上、連合ニュースの記事から今日の話題についてお伝えしました。これからも続けて話題の出来事を視聴したいと思われれば、チャンネル登録なされると便利です。 また明日午後七時にお会いいたします。お元気で。